マサ終わった。マサミスかよ。マサは対戦しないことが対策なんだけどな。ちょっと関西に移動してもらって、関西に移動してもらう計画通りだったんだけど、なんか終点選べるぞ。何このパックマンカズヤメタ、メタりすぎだろこれ。上今日当たらないようにすんのっていけんのかな。抜けてる。あぶね、話してた今。なんでやれー、死なねえし。くっそジャンプして撃たれた。リンゴポイポイしていいか別に。こういうこと、これ狙ってたんだよね。蹴るからあいつ。うまい。ダウンに投げるのじゃ。あー、ここ分かってたのに。分かってて当たるのね、よくねえな。高いコンボが。入ってこれにくね。意外とテーパー、意外と復帰阻止できる族。いい試合や。まあ、お互いガン待ちだけどね。対リゼアスみたいな感じ。ガン待ちにはガン待ちっていうパックマン界の掟がある。丁寧にやるのも難しいんだよな。これまたバルコ復帰が、まあキングクルールとか復帰力あっておすすめかな。マサさん、キングクルおすすめすね、プロゲーマーとして。マサさんはちょっとプロじゃないから分かってないだろうけど、おすすめすぎるので、ね、絶対復帰できるっていう。パッシブスキル持ちね。よし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 。クソ2フレーム。見てやがる。最悪だ。復帰はね、フォックスより借りやすいね。判定4円で。オンライン DA はさぞ強かろう。あーあー、生きれた。クールかと思っちまった。導くへんね今の。もう投げてくる。これ投げてこないんだ。え、4分40秒待つけど何だよ今の無駄な流れ。
死ぬか、飛びすぎ。俺は弱体化必須ですわ。政治は正しかった。やりました。クソ、絶対回避するな。インフレ。当たんねえか。今日の俺は強いぞ。でも梅復帰が、あ梅、あ知らねえ、どうなる、あ帰ってこれるか、さすが一流の取りすぎる。リスクがないぞこの上のつかみは。その上につかみあんの逆あんの、はい一流のパックマンすぎるだろこのリンゴ。今日の俺はマサ超えます。あふいさんだ。前はねカズヤでね結構いけたのよ。結構さ最近超強いじゃん。カズヤ克服したんかな。結構カズヤ苦手なのかなみたいなあれだったんだよね。もう克服したのかな。ビビっているあのヨッシーに。まあ、ヨッシー・カズヤが、カズヤ有利説は正直ある。 26? 狙われたのか今の。あ、ちょ、うめ狙かった今、クソ。あ、ずれねえ。よし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 、デカデカすぎすぎだ。そんな後つけなかったっけ。やばい、もう無理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 すぎすぎだ。強くなってるな。なんかでもいけなくはないっていう微妙な感じでやられてます。やばい強い無理無理もう無理かも。消えた。体で攻撃する分財布はこすっていい気がするよね。あーなんだそれ。存在しないコンボやめて。あーやべ間違えた最悪のコンボミス。あ、命がけ。やばい、最後どうなる。
あーきつい。ごめーん、オンラインでごめん。ここはスマメイトなんです。その場上がり財布が表宅なんです。本当に申し訳ないと思ってる。俺も今負けたと思った、正直。ここ出すんだ、よし。まあどこでも一緒か。もちろん話しますけど、読み合い？なんだす、なんだすか。いや、ジャスが、クソ。まずや。あ、ジャンプしないか。よし、きそうだな。体で攻撃しなきゃいけないやつきついよね。